はどこだ。じきに委員がここに来る。装置の動作チェックをしないと。ああすみません、もうすぐ着きます。一人で何とかするよ。博士、危険ですよ。博士の熱意は尊敬するけど、たまに裏目に出ちゃうんだよな。怪我する前に行かないと。遅れてすみません。すごい。始めてたんですか。直に委員会のトップがやってくる。心配するな、開発したのは私だ。一人でやれるよ。制御装置が。あ、まずい。あ、止めた方がいいんじゃ。まだだ。博士。博士、怪我は。また失敗か。だがあと一歩だ。怪我は？いえ、全部僕のせい。そのエネルギーレベルが予想以上でね。だが言い換えれば、これも研究が進んでいる証だよ。そんな風には見えませんけれど。本当だ、次こそは。先走るのはやめましょう。場所を変えてお話できます？ピーター、今日はもう帰っていい。でもまたゆっくり話そう。ほんと最悪。制御装置が効かないなんて。博士には休めって言われた。ああ、ひどい姿になっちゃって。何がまずかったのかな。終わり。それじゃ試してみるか。新品同様。博士は義手用の素材をテストしてたんだ。そういえば研究成果をレビューしてくれって言ってたっけ。今やっちゃおうかな。ハイドロゲルとポリマーの合成素材、強力だけどインピーダンスが高い。他の素材探した方がいいって伝えなきゃ。よし、これ以上ヘマしたくないし、今日はもう帰ろう。
イダーマン、こちらユリ。フィスクはもうライカーズ？ライカーズじゃない、あいつはVIP待遇されるらしいからダフト刑務所。ああ、スコーピオンやエレクトロと一緒ってこと。フィスクもついに大御所の仲間入り。ちょっと署に寄ってくれる？問題が起きてあなたの力を貸してほしいの。君のためなら喜んで。すぐ行くよ。ふん、ファクトニュースの最新号か。僕の大ファンはフィスクの逮捕をどう思ってるのかな。ジェームソンのファクトニュースへようこそ。リスナーとこの町の問題について語るのはおなじみピュリッツァー賞を受賞した2度な2度も受賞したデイリービューグルの元編集長だ。本の宣伝。そしていつも通り彼の著書スパイダーマン脅威か悪党かを放送の24時間以内に注文すると追加でサイン入り版をゲットできるぞ。宛名は書かないからな、調子に乗るなよ。諸君、J. ジョナ・ジェームソンのファクトニュースだ。世界にあふれる未知の脅威についてお知らせしよう。早速電話をつなぐぞ。しゃべって。スパイダーマンはウィルソン・フィスクを倒したんだから敬意を払うべきじゃないか。だってギャングのボスが減ればみんなハッピーだろ。なるほどな。それで君は警官か検察官、それとも私のような百戦錬磨の受賞歴のあるレポーターか。あ、いや、配管業者。なるほどな。じゃしたんじゃなかった？なんて言い訳してここに来るの？くだらない話し合いには飽きたって。なるほど。で、話って、パーティーにエスコートしてほしい？白黒のスーツあるの？あー、パーティーなんてないわよ。オズコープの監視システムに予算使い果たしたし。あれ便利だよね。そうね、1時間前まではシステムがダウンしたの。街中根こそぎね。なんで？メインサーバーが妨害されてるらしくて、どのタワーもオフライン。ふん、スパイの仕業かもね。犯人探しはあと、今はタワーを復旧させないと。急いでね。それで僕呼んだの？ああ、ロマンチック。信頼できる人が必要だったの。それに信号が暗号化されててお手上げなのよ。うん、やりがいありそう。壊したら弁償よ。信頼してるんじゃないの？このタワーを見てみるか。周波数が変更されてる。やるな。戻ったみたい。さすがね。見かけ倒しじゃないでしょ。ともかく他のタワーも直してくれない？もちろん。ねえ、ところでさ、直す途中でタワーに同期したら近くの犯罪データが送られてきてさ、この辺で窃盗が起きてるみたいなんだ。ちょうどいい、近くに部隊がいるわ。いいって、僕が行く。やれ、見張ってろよ。鍵忘れたって感じじゃないよね。よし、退治完了。ありがとう。今度は近くで暴行事件ね。ついてるね、ユリ、君のお気に入り。
こわもてだけど憎めないベテラン刑事の登場だ。え、ちょっとやめて、もうそれはやらないって約束。スパイダーコップ、勘弁して。垂れ込んだのはてめえか。近寄るんじゃないよ。ああ、こいつだよ。近寄るなってば。あっち行って。おい、騒ぐんじゃねえ。騒がないで、助けて、誰か警察を。話してやれ。もう大丈夫ですよ。やっぱりジェイムソンは間違ってたんだね。あんたは変わり者だけどいいやつみたいだ。行く当てはあるんですか？心配いらないよ。あ、もちろんそうだよね。でも参考までにフィーストセンターっていう場所があるんだ。知ってるよ。施しはごめんだね。美味しいパンケーキがあるんだよ、町一番。母さんがよく作ってた。もう長いこと食べてないけどね。行ってみるよ。ありがとう、スパイダー男。じゃなくてスパイダーマンね。上に登って次のタワーを探そう。空高く舞い上がり、スパイダーコップは次の目的地、監視タワーを探すのだった。それってナレーションのつもり？え、まさかあんなわけないだろ。スパイダーコップに手を焼く所長、二人の溝は深い。頼まなきゃよかった。タワーを改良すれば犯罪以外も追跡できるようになるかも。成功。タワーがいろんな無線タグの信号を受信し始めた。この近くのは何だろう。うわあ、びっくり。僕の高校時代のバックパックだ。そういえば追跡ドットを仕込んだんだっけ。町中探せば他にもあるかも。まだいる？数ブロック先で強盗よ。スパイダーコップ了解。見た目は雲男でもハートは警官。ああ。金庫を開けろ。ほら。やあみんな。スパイダーマンだ、撃て。また来た。あのさ、普通の仕事でもこのくらい頑張ろうとか思わなかったわけ？
じゃあ次はチャイナタウンの最後のタワーを修理してくるよ。スパイダーコップが修理してくるじゃないの。いろいろ考えたんだけどさ、この仕事って体力勝負だろ。でもスパイダーコップはほらもういい年だからさ。期待通りの展開だといいんだけど。今日限りでスパイダーコップは警察業から引退だ。ああ嬉しい、飲みたい気分。それじゃあ今夜はみんなでスパイダーコップの思い出に乾杯しなきゃ。ユリ、ユリ聞いてる？感極まって言葉も出ないってとこ。まずいな、胸毛が写真に写っちゃったらカッコ悪い。スーツの修理道具はラボにあるな。博士がもう帰宅してるといいけど。博士、インはどうでした？台無しにしてすみません。君のせいじゃないよ、彼らは神経質になっているだけだ。すぐに黙るさ、心配ない。戻ってラボを片付けましょうか。いいんだ、私も今から夕食だし、続きは明日にしよう。今日は休んで、明日から未来の創造を再開だ。みんなあのくらい楽観的だったらな。今日はもうラボには戻らないみたいだし、こっそりスーツを作るチャンス。博士は家に帰ったみたいだな。スーパーヒーロープロジェクト開始っと。パーカー、オクタビアス博士、それなんですか？中国料理だ、君がいると知ってたら。それは？ただの趣味ですよ。そうか、君が。なんていうか、これは隠さなくてもいいんだよ、パーカー。説明させてください。もっと早く言ってくれれば。言いたかったけど、でも噂が広まれば家族に危険が。そうだな、彼のスーツを作っていることがバレれば当然君も狙われる。ええ、そうです。大丈夫、秘密は守る。それじゃあ私は行くよ。よし、これでいい。通るよ。ニューヨークのみんな元気にしてる？新しいスーツ最高。
ダーマン、フィスクの手下が未だにのさばってるわけが分かったかも。建設現場よ。逮捕された時閉鎖されたんじゃないの？いいえ、合法的なビジネスの一つなの。投資家が複数いる。理由がないと手は出せないわ。理由はあるんじゃないの？証拠がないわ。垂れ込みと噂だけだから、あなたに奴らの縄張りを見張ってほしいの。不審な動きがあったら私に知らせて。任せて。おせっかいな隣人スパイダーマン出動。最高、博士ありがとう。スパイダーマンがボスに勝つなんてな。まだ諦めるんだ。はい、分かってる。でも奴がまだガキだった頃はボスがいつもコテンパンにしてただろう。あの時ボスが殺したんじゃなかったか。そうかな。おい、ウェブだ。誰だ。嫌な予感がする。応援を呼んでおけ。また来た。おい、なんだよこれ。スパイダーマン、その現場の3ブロック圏内で違法銃器の売人が4人逮捕されてるらしいの。銃の売買か。それじゃ僕がその供給減らしてやるよ。お友達呼んだみたいだ。おっと、まだいたの？パーティーにようこそ。うちでは靴脱いでくれる？ちょっと靴下を履いてないの？水虫うつっちゃうだろう。Yeah!
よっしゃ、これこそ文字通り一網打尽だメット。発砲を聞いてようやく通報があったから今警官を向かわせてる。お疲れ様。他にもフィスクの建設現場があるけど、どうせ見せかけ。目を光らせて、何か怪しい動きを見たら連絡してちょうだい。マッピングソフトの精度を再調整しないと、フィスクの建設現場全部見つけられないかも。有名なランドマークの写真にデプスマップのポストプロセスを使おっと。最初はやっぱりあそこだよね。おなじみエンパイアステート、ニューヨーク最高。それじゃチーズっと。よし、オッケー、マップが調整されたはず。ビューグルやめてから写真撮ってなかったな。大好きだったのに。ランドマーク見かけたらガンガン撮ろっと。リーさんだ。もしもし。ピーター、マーティンだ。メインのパーティーの支度にもう少しかかりそうだと伝えたくてね。ケーキの配達が渋滞で遅れてるんだよ。わかりました。準備が終わったら僕も向かいます。わかった、また後で。それじゃ、時間潰すか。街の様子をチェック。マギンズさん、家賃の件だったら。パーカー君、これで3回目だ。最後通告だぞ。立ち退きの手続きを。あ、待って、今週末に給料が入ったら。営業終了時間までに全額支払わなければ金曜日に手続きを開始するからな。それじゃまた。はあ、最悪。リーさん。やあピーター、パーティーの準備ができたよ。オッケー、向かいます。よかった。ただでさえスピード強多いのに。
盤どこに置いたんだっけ。リーさんはキッチンで準備をしてるはず。よ、ピーター。よ、ピーター。元気か？あの、リーさん、遅れてすみません。時間通りだよ。準備が終わるまで彼女の気をそらしておいて。任せて。おばさん、元気にしてた？ピーター、突然どうしたの？手伝う？ええ、助かるわ。ああ、確か重い荷物が…ダメ、待って、いや、つまりその、後で手伝う。実はその、今日は…ちょっと話があって。あら、そうなの？ん？その…ピーター、様子が変よ。お金がいるの？いや、まあ家賃は滞納してるけど、でもそうじゃないんだ、平気だよ。また恋の悩みね。そんなまさか。MJ のことは本当に残念だと思うわ。いい子だしね。だよね、でも。きっと子供も可愛かったはず。ちょっと、なあ。ピーター。何なの？ほら、話して。おばさんのおかげで。僕は大学を卒業できただろう。見返りも求めず、おばさんは必死に働いてきた。みんながおばさんみたいだったらなって。その通り。5年前、君はここにやってきた。人助けをする私に感銘を受けたと言ってね。君のおかげでここまで来られた。今までありがとう、メイ。そしてこれからもよろしく。今日はありがとうございました。大したことはしてないよ。いつも言われるんです。一人を救えば。みんなが救われる。彼女に市長を説教してもらうといいかもな。あ、行かないと。あの、パーティーありがとうございました。本当に感謝してます。ユリからの留守電だ。外で聞こう。ピーター、メイなら裏にいるわ。ユリから留守電だ。どうも。フィスクの私物を扱ってるオークション会場で警報が作動したの。見てきてくれる？こっそりね。大事にはしたくないから。フィスクの私物セールか。面白そう。キングピンのお宝拝見しちゃおっと。カバー範囲が狭いな。もっとタワーを稼働させなきゃ。隊員に次ぐ。強盗が起きた。現場に急行せよ。大聖堂に向かってください。ピーター、パーティーの途中で帰っちゃったの？ああ、ダボに用事があって、ごめん。謝らないでちょうだい。あの時、あなたが言ってくれたことはとっても嬉しかったわ。まさかいつも不安で。何言ってるの。親も弁おじさんも亡くなったけど、おばさんがいてくれたからこそ僕はここまで来られたんだ。私もあなたがいてくれてよかった。それだけは伝えておきたくて。おばさん、
なんて言えばいいか。ああ、悪いけど、リンさんを手伝ってあげなきゃ。切るわね。それじゃ、ピーター、愛してるわ。僕も。そろそろ我慢の限界だ。ファイルは一体どこにある？他にも人がいるの。きっと持ってったのよ。あの仮面、何者だ？ここには俺たちしかいない。ファイルを見つけなきゃ命はないぞ。まずいな。バレたら彼女が危険だ。こっそり倒さないと。ユリ、警報は本物だったよ。仮面の男たちと人質一人、強盗事件ってとこだね。了解、部隊をそっちに送る。それまで事態が悪化しないように頼むわよ。やってみる。バレないようにやるぞ。気づかれたらまずい。上から吊るされてると気持ちよさそう。こいつを上に吊るして、うわ、危ない。静かにしててよ。继续搜查。誰か。他に人がいるの。本当よ。きっとあの子がファイルを。いるっていうな。どこにいるんだ。わかんない。眼睛睁大点。有开了。并不是我的幻觉。没东西。我去取。おやすみ。あれ、なんだろう。これってもしかして。動くな。あのさ、動くなって言われるたび守ってたら。ピーター、元気？ MJ、ここで何してるの？そっちと同じ、仕事よ。というか、だった。あ、そういえば、これ君のだろ。うん、ありがとう。で、ロビーに不法侵入の記事書けって言われた？まあ、ロビーはここにいること知らないし、ちょっと前までは不法侵入じゃなかった。え？つまりね。あ、どちら様？どうも、メリー・ジェーン・ワトソンです。フィスクの件で取材を。クレイグとは明日の約束だけど。私、せっかちなタイプで。私は違うわ。明日来てちょうだい。ああ、はい、すみません。ああ、クレイグ、
ごめん、ただ表紙は変えないとダメになるかも。わかんない、あ、表現派の作品とかは？やっぱり今日やってもいいわよ。本当に？もちろん、善は急げよ。ありがとう。クレイグ、やっぱり平気そう。始めましょう。品物をよく見ておいてちょうだいね。準備ができたら爆蔵のところに来て。はい。初めてピーターがフィスクと戦った時、これで切り刻まれたんだっけ。瀕死のピーターがうちの庭で倒れてて、パパの車で救急病院に連れてったんだよね。それ以来看護師 MJ 大活躍なんだね。隠された犯罪を暴くこれぞ古き良き探偵記者ってとこね。準備ができたら教えて。わかりました。この傑作から始めましょう。一点物の柿右衛門のバクよ。わあ、綺麗。三船ですか？そうよ。フィスクさんはとても趣味がいいの。彼とは逮捕前からのお知り合いですか？まあ仕事上はね。販売のお手伝いよ。先に行きましょう。ここにあるのは伝統的なたらし込みのにじみ技法を使った極上の一品よ。この匂い素晴らしいですね。これがフィスクのお気に入りだったんだ。すごくフィスクっぽい。相対性を好んでたわ。静かな想像の中に破壊の叫び声が聞こえるって。取り扱った品物の中に非正規のものもあったんですか？いえ、まさか。あるわけないでしょ、私が知る限りは。このお茶会用の鉄瓶の複雑な細工を見て。検察局の友人がフィスクは美術品販売を利用して盗品を売ってるって。私がそんなこと知っているわけないでしょ。ですよね。ただその彼も逮捕されたし、何かおかしなことに気づいてたなら。悪いけど実はもう時間がないの。今のうちに表紙用の写真を撮りましょう。あなたの取材をするってさっきの友人に話したら、名前に聞き覚えがあるって言ってて。とにかく写真を。そこに立って。本当に何も言いたいことはないんですか？ほら、オフレコでいいから、フィスクの活動について。あなたの読者はそんなことに興味ないでしょ？もう、待ってて。うわぁ、待って、あれって。写真撮らないと。よし。クレイグ、かけ直すわ。ごめんなさい、今日はもうおしまいにしましょう。ああ、トイレを借りてもいいですか？ええ、ついてきて。ありがとう。ここ本当に素敵な場所ですね。ええ、あなたは見納めになるけど。角を曲がったところよ。急いでね。もちろん、すぐ戻ります。ああ、クレイグ、ちょうどよかった。あなたがよこした記者、約束してた宣伝用の記事書くつもりないみたいで。いいえ、ここにいるわ。なんとかして奥の部屋に行かないと。あの像が予想通りのものなら特ダネになること間違いなしだもん。彼の予定が変わったですって。あなたの記者。なら一体誰なの？今この会場にいるのよ。嘘でしょ。あなたに解決できるとは思えないけど、今はとにかく潜入調査中の記者を逮捕してもらうのが先でしょ。
あなたに落とし前つけてもらうのはその後よ、クレイグ。まずい、怒ってる。もちろん今のは脅しよ。ええ、そう。ええ、そうして。わかった。信じられない。ええ、そう。ええ、そうして。わかった。信じられない。ピーターから聞いたことがある。ここに証拠を隠してたって。押収されなかったんだ。この像を開けられるんだっけ？どうやって？ここに何か、後ろに仁王像がある。でも何か違う？ずいぶんフィスクと仲良さそう。何か思ってるみたい。象は動かせる。代表的なポーズは秘めた力。口を閉じて左腕を下ろし、右の手のひらは正面に。うん。もしかしてパーツが動くのかも。もしかして頭を回すとか。よし、あともう少し。でも何か足りないみたい。前に見たことがある。ノーマン・オズボーン。これは何？デビルズ・ブレス？一体何の…あ、何？すみません、ちょっと、あなたここで何を。ああ、まずい。ゾウ、どこに？そこに把文件找出来。出口に向かってたらあなたがいて。殺されてたかもしれないだろ。自分こそさっきやられそうだったでしょ。聞いて、誰だか知らないけど狙いはこのファイル。でもあんなにたくさんいたら脱出できそうにない。よし、オッケー。じゃあ、あそこに隠れて、僕が悪者片付けたら君は逃げるんだよ。わかった。会えてよかった。ああ、だね。こんな形の再会は予想外だけど。笑える。私は予想してたよ。MJ、香水変えた？こら、集中しろ、集中。
こいつらを片付けないと進めそうにないな。此刻滚蛋，我们的机会终于来了。ピーター、正面付近に隠れた。合図をくれたら脱出する。オーケー。でもあのファイルは？なんであいつらそんなに欲しがってるの？デビルズブレスって呼ばれるもののメモ。フィスクはその研究所の建設を請け負ってたみたい。それが何なのかわからないけど、フィスクが怖がってるパンドラの箱だって言ってね。あのフィスクが？君とファイルを脱出させなきゃ。待ってて。よし、いいぞ。よし、片付いた。バレないようにね。我累了，要换班了吗？油断するなよ。有可能是老鼠，不过。ほら、落ち着いて。あ？おねんねしてな。これで全員。話してってば。MJ。やめろ。隠れて。人質を取るなんてお前ら卑怯だぞ。うわ、あんたたちなんで手が光ってるわけ？もしかしてお化け？お化けは初めてかも。ほら、亡霊とは戦ったけど、でも厳密には亡霊はお化けじゃないでしょ。お化けは亡霊だが、すべての亡霊がお化けではない。わかる？今日の有酸素運動完了。うん、古そうだな。あの人に聞けばどこのものかわかるかも。それはまた後。クレイグと話した。あなたヘリテージアーツの記者どころか職員ですらないわね。そんなこと言いました？どうも、デイリービューグルのワトソンです。あなた、絶対にここで見たことは記事にしないでしょう。教えてください。盗まれたファイルは一体何のファイル？そう、何のこと？このオークションでフィスクがこれまで売ってきた盗品については。お宅の編集長に弁護士から連絡させる。
ミク？この半年のことは帳消しで。ここいつからイタリアンになったの？わかんない。でもフライドポテトは今も健在。よかった。町一番だもんね。仕事はうまくいってるの？うん、まあ。たった今、今夜のふざけた行動のことでロビーからメールで叱られた。明日法務部から呼び出しだって。何度目だろう。ああ、記事を読めば分かってもらえるさ。昇進間違いなし。で、仮面の男たち、どう思う？ただの強盗だろ。どう思う？うん、それだけじゃない気がする。事件の話はやめよう。それで自分はどうなの？ほら、昇進はした？まだだよ。でも大成功まであと一歩なんだ。オズコープならすぐ雇ってもらえる。ハリーに電話をすれば。分かってる。でも博士の研究で大勢が救われる。あそこが僕のいるべき場所なんだよ。あっちの仕事より大事なことなんだ。前はそんなこと言わなかった。この半年いろいろあったんだ。どうしてここに呼び出したの？ほら、友達は夕飯一緒に食べるだろ。友達？私たちが？なれないかな。君さえよければだけどさ。重荷になるんじゃなかった？そうかもしれないけど、その荷物にはいいことだってたくさん詰まってるんだ。例えばお金に、鍵に、リップクリームも。どうして別れたんだっけ？それって引っ掛け問題？いいタイミング。また話せる。行って。お気に入りのカップルが寄りを戻してくれて本当に嬉しいよ。